松山城は、出羽国有座郡松山にあった日本の城である。江戸時代には、庄内藩の師範松山藩の藩庁が置かれた。出羽松山城とも称した。明治以降は、松江城とも呼ばれるようになった。初代藩主、酒井忠次に、庄内藩二代藩主、酒井忠あたりより領内の悪見郡中山村が分与されて中山陣屋が構えられた。後に中山を松山と改め松山陣屋といった。松山城は天明元年に松山藩第三代藩主、酒井忠康によって築城が始められ、それまでの中山間より移り、7年の歳月をかけて一応の完成を見た。宝暦10年忠康は、西の丸若年寄りとなり、五千石加増され、格式も城主になった。戊辰戦争では、宗家の鶴岡藩と行動を共にして、奥羽越列藩同盟に加わり、官軍と戦うこととなった。廃藩号大手門を除き、建物は取り壊された。本丸を中心に、東部から南北を囲むようにして、二の丸が一致しており、それらの各の西部から南北を囲むように三の丸が、あったが、三の丸の大手側と二の丸の一部と本丸の一部のみしか完成しなかった。天守や櫓は築城当初から築かれなかったが、当初の計画では本丸に20櫓を置く予定であった。本丸には中山陣屋から移築した御殿があり、本丸の隅には物見櫓のほか、現在残っている大手門があった。現在、城跡の中心は、松山歴史公園として整備され、大手門のほか、土塁及び堀の一部が残っている。付近の松山文化伝承館では、藩政時代の歴史と文化を展示。大手門は一度落雷で焼失し、現在のものは、酒田の豪商、本間重利が寛永4年に寄進して再建されたものである。播磨3軒、桁行5軒平面の櫓門で、東城には 1.14 メートルの斜地が挙げられている。松山城大手門は、山形県内で唯一の現存する城郭建築である。山形県指定有形文化財に指定されている。山形県酒田市の最上川以北は、羽前でなく、羽後国に編入された。以を松山城と区別するため、ありがとうございます。